再継投は日本及び幸福後の大韓民国の教育者。1891年、慶尚北道西州軍生まれ、平壌の体制学校、気分義塾、五星学校で数学の講義を担当し、中等学校設立後時に校長を務めた。戦後は、慶城帝国大学行進のソウル、大学校初代総長、韓国教部佐の前身である。 朝鮮教育連合会会長などを歴任。朝鮮戦争時に死去した。植民地時代は創始解明を行わず、学生に対し韓国語で訓話を行ったことでも知られる。しかし、教育専門誌、文教の朝鮮の1942年6月号に、死をもって天皇の恩恵に応えると題する日本語の記事を寄稿した角で、市民団体。 歴史正義実践連帯に告発を受けた。ABC 堺井哲也、松田俊彦編2014、帝国日本と植民地大学、沼に、書房、宮島博士、金博士特編2005、日程支配機慶応義塾大学出版会2002、ハット AB、韓国教育部選定、今月の先生に、新日疑惑、朝鮮日報2015.03、10、 ありがとうございます。